ウンフラットダウンレールに挑みます。フィフティフィフティを決めます。ここでノーズプレスが決まりました。テールスライドを難なく決めました。ダブルコーク10、高さがあります。トリプルロデオからのグラブ、トリプルロデオでグラブが決まりました。ジャッジは多彩なランを求めますが、今回は期待外れです。